泳ぎが行く館でイベント？ええ、その名もイコララファン感謝祭。ゲストに芸能人を多数招いてスペシャルライブとトークコーナーを行うわ。もちろん新曲のお披露目もね。しかも2曲、1曲はアンコールでお披露目っていう豪華仕様なんだから。すごい、すごいじゃないですか、代々木体育館。しかもワンマンライブですよ。クララを採用した時から企画自体は考えていたな。このキャラならワンマンライブを狙えそうだって。そこに降って湧いたイコララコンビの結成とその大ブレイク。おかげでスポンサーを申し出てくれる会社も引く手あまたで、資金も潤沢。こうなったら半端なことはできないじゃない。これはもう事務所の看板どころか芸能界の看板といっても過言じゃないんですかね。イコ先輩たちも教えてくれればよかったのに。私をハブにするなんて意地悪すぎですよ。一緒のステージにも立ったことがあるのよね。まあ、私の方が全然目立ってましたけどね。っていうか、目立ちすぎてかわいそうだったかも。あの頃のイコ先輩、全体的に下げ調子でしたし。っていうか、さっきからなんで何も反応しないんですか。いつもの先輩だから、はん？だけじゃないわよ。完全に魂が抜けてますね。もしかして失恋でもしたんですかね。この子が恋愛？ごめんなさい、まるでイメージ湧かないわ。ですよね、分かってました。きっと朝ごはん食べ損ねたんですよ。お腹が空いている感じでもなさそうなのよね。消えたってどういうことっすか。ルクスちゃんが消えた、それってあれっすよね、ひょっこり出かけていなくなっただけみたいな。ちょうど僕たちもルクスちゃんを探してて、戻ってきたらいなくなってたんすけど。ほんと、どこに遊びに行っちゃったんすかね。いなくなっただけじゃない、お姉様を感じなくなった。らしくないよ。だけど、あのさ、ちょっと聞きたいんだけど、感じなくなったってどういうこと？
に分かるよう説明してくれるかな。私たちはお姉さまとつながってるの。お姉さまは私たちの主だから、私たちはお姉さまの存在を感じられるの。それっていつもだったらお姉さまがどこにいるのか分かるってこと？ううん、居場所は分からない。だけど別世界にいてもお姉さまの気配は感じる。だからお姉さまを感じなくなることなんて今まで一度もなかった。もしかして遠隔で会話もできるっすか？できるよ。いつだってお姉さまの命令を聞けるように。お姉さまは私たちが話しかけてもあんまり答えてくれないけど。なるほど、テレパスというやつですわね。テレパス？それって超能力とかの？そうですわ。テレパシーとも呼ばれる通り、心で会話する超能力の一種と言われていますわね。テレパシーの使い手をテレパスと呼ぶのですわ。そういえばルクスちゃん、今までも会話中にぼーっとして話を聞き逃したり、突然人が変わったように機嫌を悪くしたり、あれはそういうことだったんすか？ルクリンの気配を感じないっていうのはお話もできなくなっちゃったってことだよね。さっきは取り乱してごめんなさいっす。君たちもきっと不安なのに。私たちもルクスちゃんのことがきっと大好きなんすよね。大好き？それはわからないけど、お姉さまだけが私たちを見てくれる。だからお姉さまがいなくなったら私たちも存在してる理由がなくなるの。大好きってことっすよ。こんなに思われてルクスちゃんは幸せっすね。だけど君たちがそう言うってことは、やっぱりルクスちゃんは。まだ決めつけるには早いと思いますよ。ねえ、黒輪船ちゃん、白輪船ちゃん、あなたたちはルクスちゃんを感じなくなったと言っていたけれど、ルクスちゃんとあなたたちを結んでいるつながりはまだ残っているのかしら？そんなの、わからない。わからないから、消えたかどうかもわからない。でしたら、まだ落ち込んじゃダメです。いなくなったと決まったわけではありませんから。そうだよ、私たちもさっき言った話してたし。ルクスちゃんは君たちにとっても立派な魔王で、君たちはその忠実なしもべなんすよね。なら、主様のことを信じるっす。僕たちもルクスちゃんを信じるっすから。お前、魔法少女のくせに生意気。私たちはお前なんかよりよっぽどお姉様を信じてるもん。お前じゃなくてマリアンヌっすよ。マリアンヌのくせに生意気。お、何を？一応僕もルクスちゃんのしもべの一人っすよ。この分なら大丈夫そうだな。何が大丈夫なんだ？シブチカラビリンスでのことこの前話してくれたろ。話を聞く限りこの二人はルクスリアに心酔してるみたいだから、共通の目的があれば協力体制を敷けるんじゃないかと思ったんだ。ああ、期間限定だとしてもあの二人を仲間と呼んでいいかもしれないな。なんだ、青にしては随分丸くなったじゃないか。
そうか？だとしたら、きっとマリアンヌの影響だ。私たちは、揺らぎを使ってお姉様を探すよ。何か分かったら、教えてね。ちょっと待てって、どうやって連絡取るんだ？あんたらスマホ持ってないだろ。持ってるよ。は？買っておいたのがある。この前、お姉様がちょっと欲しそうにしてたから。お姉様に会えたら、プレゼントしよっか。お姉様、喜んでくれるといいね。意外と馴染んでるな、あんたら。じゃあ、改めて協力お願いするっす。絶対に見つけましょう、ルクスちゃんを。ちょっといい子、いい加減返事しなさい。え？あ、何ユリさん。あなたね、これでも返事なかったらあなたの頭にチョップを落としてたわよ。メイが。何しとるん？別に何も。というか先輩、本当にどうしたんですか？ユリさんがすっごく大事な話してたのに、上の空で全然聞いてなかったですよね。ぼーっとしてたのは本当だけど、話の方はちゃんと聞いてたってば。ちょっと考え事してただけ。イコはいろいろと繊細で複雑なお年頃なの。え、もしかしてマジで色恋関係ですか？はあ？アイドルは恋愛 NG でしょうが。ま、イコに釣り合う相手もいないけどね。っていうかマジでって何？一体何の話してたのよ。やっぱ話聞いてないじゃない。うん、ごめんなさい。ってこっちのはどうしたのよ。まったくもう、仕事だっていう自覚がないのかしら。うわー、たまにあげるの早っ。さっきからずっとこんな調子よ、あなたと同じく。正直、あなたとクララの間で何か面倒事でも起きたのかと思ってたんだけど、例えばあなたがクララの食べ物を盗み食いして大喧嘩しちゃったとか。ユリさんってイコのことそう見てたの？むしろイコが食べ物奪われる方だから。ちょっと、目を開けたまま寝てるわけ？今は仕事の時間でしょ？さっさと起きなさい。はえ、はえ、燃料切れ？なんだか、そういうのとは違う気がしますね。実際のとこはそうなのかもですけど、腹ペコが原因じゃなかったとしても、ポテチ見せたら我に返るんじゃない？イコのカバンにポテチ入ってるから持ってきてくれる？うわ、ついに先輩までポテチを持ち歩くようになったんですか？イコのじゃなくて、この子の。この子とコンビを組むには必須なのよ。もはやスマホとか家の鍵とか、そういうのと同じくくりよ。すっかり毒されてますね。はい、あーん。はえー、あー、はん、うん、うわー、はえー、ポテチだ。食べていいの？いいわよ、とりあえず一袋食べちゃいなさい。切れだったのね。さすがイコ先輩ですね。クララさんのことなら何でもお見通しですか。
何拗ねてんのよ。あんたもポテチ食べたいの？いらないです。じゃあイコと一緒に食べる？いただきます。手がかかる後輩たちでイコも大変ね。ほんとよ、なんでイコがお世話してるんだか。ねえイコ、他に困ったことはない？私でよかったら相談に乗るわよ。プライベートな話ならマネとしてじゃなく友人として聞いてあげる。大丈夫。確かに困ってることはあるけど、絶賛解決に向けて学校の友達と行動中だから。それよりゆりさんにはしっかりマネージャーしてもらわないと困るんだけど。友人って言ってくれるのは嬉しいけど、ゆりさんの仕事はマネジメントでしょ。そっちに集中してくれないと次のイベントこけるわけにはいかないんだから。それこっちのセリフよ。そう言うなら考え事にほうけてなんかいないで、しっかり集中してちょうだい。今日から本格的にレッスンを始めるわ。頑張りなさい。はいはい。ま、イコちゃんに任せといて。クララの舵取りもね。そっちも任せといて。はい、レッスン疲れたよ。お腹すいたよ。イコちゃん先輩。ああもうすっかりいつも通りじゃん。ほらしっかり歩きなさいって。イコだって疲れてるんだから。そうですね、今日のレッスンは特にハードでしたもんね。で、あんたはなんでついてきてんの？帰り道は反対方向でしょ。てかそもそも今日のレッスンはイコとクララだけのはずだったんだけど。見学とお手伝いですよ。あとちょっとだけレッスン混ぜてもらうためです。私だってそう遠くないうちに追いつくんですから。予行練習ですよ、予行練習。トレーナーさんガッツある子は好きだしね。むしろ危機として教えてたわ。助けて、イコちゃん先輩、お腹がなくなっちゃう。お肉畑が見えてくるよ。もう少しですから頑張ってください。そしたら天国のお肉畑じゃなくてイコ先輩の手料理が待ってるんですよ。はい、イコちゃん先輩の手料理。なぜかイコが作ることになってるのはもう突っ込まないからね。てかこの子もおごってもらう気満々だし。え、ダメなんですか？なんで不思議そうな顔してんのよ。あんたの分まで作るほど買い置きないってば。そんな冷たいこと言わないでくださいよ。お腹を空かせた可愛い後輩を見てるんですか？うざいうざい。わかった、わかったわよ。代わりに買い出し付き合いなさいよ。それってデートのお誘いですね。こいつはカップ麺でいっか。ああ、嫌です。私も先輩の汗と隠し味の手料理がいいです。クララ、何食べたいか考えときなさい。肉料理って言ってもいろいろあるんだっか。クララ？うん？どうしたんですか、クララさん。限界が来て本当にお肉畑に行っちゃいました。先輩、クララさんってば、どうしちゃったんですかね。
かして私そんなにうざかったですか？あんたがうざいのはいつものことだし。先輩、ちょっとクララ、本当にどうしたのよ。どうせユリさんに頼めば経費が落ちるし、もう歩けないって言うならタクシー捕まえても。ここだ。隠れてないで出てきてよ。グラが追いかけてくるの分かってたんでしょ？そうなるようにしたんでしょ？隠れてないで出てきてよ、インビーちゃん。仮にも魔王ともあろうものが騒ぐな。貴様まで魔法少女に毒されたか？そこまで感情的になるとはな。何よりも暴食の王グラザ・グラトニーが食以外に執着を見せるとは両替だ。あの魔女が言っていたように、この世界の魔法少女どもには怪しい力があるのかもしれんな。何を言ってるの？よくわかんないよ。まだ自覚していないのか。まあいい。そんなことよりインビーちゃんに聞きたいことがあるの。この僕に何を聞きたい？ルクスちゃんのこと何か知らない？少し前からルクスちゃんの魔力を感じないの。どの世界に意識を伸ばしても感じないの。ほう、そうなのか。ルクスちゃんの身に何かあったのかも。だからインビーちゃんが何か知らないかなって。悪いが何も知らんな。あの享楽主義者がどこを遊び歩いているかなど僕は興味がないし、預かり知らんことだ。だがあの女のことだ。この任務を放棄し逃亡したのかもしれんぞ。え？そんなことするわけないよ。だってこの前はそんな感じしなかったし。それにルクスちゃんぐらい強い魔力だったらどんなに離れていてもわかるはずでしょ。それが全然感じられないなんておかしいよ。グラよ、僕からも一つ聞かせてくれ。貴様はなぜあれをかばう？なぜあれと好ましく接している？なんでってそんなのわかんない。なんとなくただそうしたいからそうしてるだけだし。なるほどな。グラよ、貴様は何も考える必要はない。僕には、いや、陛下の命に従っていればよいのだ。ルクスちゃんは？あれのことは忘れるがいい。それが貴様のためだ。忘れろって、そんな。貴様も覚えておくことだ。反逆には相応の報いがあるということをな。貴様はあれほど愚かではないと信じているぞ。どうしてだろう。どうしてルクスちゃんのこと考えちゃうんだろう。それにインビーちゃんと話してるとお腹がひっくり返るみたいに気持ち悪いよ。あー、ここにいた。イコ先輩、こっち、こっちですよ。あんたね。
めて行き先とか言ってから行きなさいよ。バカみたいに走り回っちゃったじゃない。リコちゃん先輩、レッスンより疲れました。先輩、後でシャワー貸してください。汗でベタベタして気持ち悪いです。いいわよ。というかイコもこのまま買い出しとか行きたくないし。ご飯はシャワーの後ね。まったく。先輩、私。何よ、そんなしょぼくれちゃって。先輩、クララさんなんか様子が。わかってる、任せて。ほら、イコがご飯作ってあげるって言うんだから、もっと嬉しそうな顔しなさい。嬉しそうな顔。お腹空いたんでしょ。うん、お腹空いた。何食べたい？美味しいご飯が食べたい。お肉は？お肉も美味しいのがいい。じゃあ腕を振るって作らなきゃ。うん。先輩、やっぱ私スーパー寄っていきますよ。必要な食材ライムで送っといてください。ごめん、お願いするわ。いえいえ、私にとっても可愛い後輩ですし。それにしてもさっきのクララの様子、相当面倒な問題を抱えてるんだろうな。イコが何とかしてあげなきゃなんて思うのも仕方ないでしょう。これはあ、花火あたりに知られたらおせっかいとか言われるんだろう。